J リーグ第2節で、まあ、新潟の、まあ、選手としてガンバに挑んできて、で、まあ、負けて、で、その後、第5節で広島に行って、広島の一員としてガンバの試合出て結果残す。やってることほぼ軌道なんですよ。あいつ帝国学園としてゼウス中に挑んで負けて、その後ライモン中に移籍して、ライモン中の一員としてライモン中に貢献するっていうことがもうとんでもない軌道ムーブ。